こんにちはアー,ソーット .TVK-BOB の坂織です今週も K-BOB を始めていきたいと思いますまだまだ新型コロナウイルスの感染拡大防止のため注意が必要ですが皆様元気にお過ごしでしょうか 非常事態宣言が解除されて、お仕事など再開されている方も多いと思います。なるべく不要不急の外出は避けて、どうしても外出しなければならないときは、マスクや帽子を忘れないで、ウイルスが付着しないように注意していただきたいです。そして、今週は待ちに待った競馬の祭典、ボバクラシック第2弾日本ダービーが開催されます。今年の3歳は、 7262頭の頂点に立つ馬はどの馬なのでしょうか。楽しみですね。早速予想に入っていきましょう。出馬票はこちらです。今年の日本ダービーは18頭立てになりました。今週から東京競馬場は C コースに変わるようです。 C コースは A コースより外側6メートル地点に仮作を設置しますので、より内枠有利になると言われております。枠番は番も注目したいですね。今回の私の本命は、3枠5番コントレールです。デビュー以来4戦4勝で前走の竜記賞を勝ったことで、 今年の3歳世代7262頭のうち唯一3回、三冠馬になる資格がある馬です。最終追い切りでも立刀の反応を単走で4波論52秒6、ラスト1波論12秒4を計測しました。管理をする矢作長教師は中間はとにかく順調で休み明けの前走よりも確実に動ける状態だと。 仕上がりには相当自信を持っているとのことです。満場の福永機種も非常に順調に調整できているし、東京コースも全く問題ない。継続してコンビを組んでいて不安な点はない。と頼もしい発言をしております。コントレールの父であるディープインパクト以来15年ぶり、 無敗でのたつき賞と日本ダービーの二冠制覇に期待したいですね。対抗は7枠15番里のフラッグです。前走のたつき賞では5着に敗れてしまいましたが、管理をする国枝調教師は、当時は3周続けてヒューイットソン機種に乗ってもらって、稽古をつけて仕上がりすぎていたと話しています。 今回はハードに攻め抜いた前走時の調教メニューを封印し、本番に余力を残すべく、最終追い切りでも馬なりで行ったということです。馬なりでも、美保のウッドコースで4ハロン51秒1、ラスト1ハロン11秒9の交タイムを計測しました。この馬は国枝調教師が皐月賞の前に、 ボバクラシックをこれだけ意識できる馬は初めてとまで言わしめた逸材です。さらにこの馬は東京コースも経験しているし、距離延長はむしろいいと話しております。今回十分に前奏の巻き返しは可能だと思います。ターン穴は6枠11番ガロアクリークです。 前走のたすきでは8番人気ながら3着に検討しました今回最終追い切りでは見本のウッドコースの合わせで4波論49秒9そしラスト1波論12秒0を計測しレース当該周の追い切りでの自己ベストを更新しました管理する上原調教師は状態の良さと枠順の展開 全てがうまくかみ合えば、まあ、逆転も夢ではないと強く断言しており私は前走以上の着順も期待できると思っております。まあ、距離的に不安視されている部分がありますが血統に詳しいムーさんに聞いてみましたら、まあ、ノーダンダンサーの多重クラスが、まあ、距離延長にいい方向に向いてるんではないかということで分析しており今回問題ないと思っております。 メンアナは7幕13番、ディープボンドになります。札ツ賞では10着に敗れましたが、前奏の京都新聞杯で重賞を発生発しました。起乗する和田騎手は、体付きに力強さが出て短期間で良くなってきましたと話しており、私はこの馬の成長力はかなりのものだと思います。 最終追い切りでも和田騎手は抑えきれない手応えでしたが、余裕がありましたと。思っている以上に良化をしていますねと、好感触のようでした。和田騎手は先週のオークスでも好奇情を見せていますし、今週もその手綱さばきに期待したいと思っています。要注意場は6枠12番、サリをスみない。 正直、もう少し一躍の方が良かったと私は思います。最終域に起乗したレーン奇襲は前走よりも間違いなく良くなっていると。距離はチャレンジになるけど、万全な準備ができているし、対応できると思うと自信を持っているとのことです。しかし私は前走の辰気賞の反動がかなりあるのではないかと見ております。 今回、コントレールと二強と言われてるみたいですが、崩れるとしたらこの馬ではないかと思います。しかし、サリオスは530キロ台の大型馬で、過去10年の日本ダービーでは、500キロオーバーの馬参照していることからも、無、ま、視、あ、は危険なので抑えておきたい馬となります。そしてもう一頭、2枠3番のワーケアなのですが、 当初は買い目に入れる予定でしたが、最終追い切りで管理する手塚調教師が、今の硬いままに合うかどうか不安があると話しており、今回泣く泣く外しました。今回の日本ダービーでは、この5頭で勝負したいと思います。私の予想は以上となります。そして K1BAD キノコの今回の予想は、 先週のオークスが1着から3着まで全て日本人機種で決着したということで、今回は日本人機種に絞ったみたいですね。本命池添機種機場の3枠6番ベルトライゼンデ。対抗福永機種機場の3枠5番コントレイル。単穴北村雄一機種機場の8枠16番マンオブスピリット。 今回も3頭のワイドのボックスで勝負とのことです。そして決闘層のムーさんの予想は、今回は赤星が2頭、3枠5番コントレイル、そして6枠12番サリオス。この2頭の馬ターンボックスと、さらにはこの2頭を3連単の1着2着に固定して、相手5頭、 1>, 1枠2番アルジャンナ、2枠3番ワーケア、3枠6番ベルトライゼンデ、5枠9番ダーリントンホール、8枠18番ウィンカーネリア、計10点で勝負とのことです。特に3枠5番コントレイルは、母親のロードクロサイトにディープインパクトをつけたことで、 ファピアノの 4×5 のクロスが活かされて、血統的に良くなったのではと話しており、最近はファピアノのクロスを持つ馬がよく構想をしていることからも、今回1着で突き抜けるのではないかと分析しております。そして、サリオスについては、ハーツクライサンクであり、トニービンの血が入っていて、距離は合うのではないかと分析しております。 サツキショーの再現であるこの2頭の叩き合いを楽しみにしているということです。今週の競馬後の予想は以上となります。今週も競馬ができることを感謝しましょう。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、手洗いやうがいだけではなく、ウイルスが付着しやすい顔や髪の毛も洗うように心がけていただきたいです。 そして、不要不急の外出は避け、外出しなければならないときは、マスクと帽子を忘れずに、ウイルスが付着しないように注意しましょう。早く新型コロナウイルスをやっつけて、普通に競馬がた、ね、楽しめるように頑張りましょうね。それでは今週はこの辺でお開きとさせていただきます。最後までご視聴していただきまして、ありがとうございました。